早田ひなは日本の卓球選手。福岡県北九州市出身。左セーク両面裏ソフトドライブ型。ITTF 世界ランキング最高位は11位。段球位は7段。T リーグは日本生命レッドエルフ所属。同年生まれの平野美宇、伊藤美輪らと共に日本の女子卓球黄金世代の一人。左利きを生かしたダブルスで好成績を残している。 福岡県北九州市生まれ、両親とも卓球とは無縁であった。岸川清成などを輩出した地元の名門石田卓球クラブで練習していた姉の影響を受けて、4歳より卓球を始める。もともとは右利きであったが、石田卓球クラブ加入後に、左手でラケットを握るようになる。小学2年生の時に全日本卓球、バンビの部に出場し、全国大会デビューを果たす。 予選リーグを突破するも、決勝トーナメント1回戦で敗れ、その時の優勝者は共に、黄金世代と呼ばれる、伊藤美和であった。仲間市立中間東中学校在学時には、全国中学校卓球大会で2年連続優勝。2014年4月、ITTF ワールドツアーチリオープンで、平野美宇の記録を更新する、当時史上最年少で決勝に進出した。 フィリピンオープンでは準々決勝では、格上のユモンユに勝利、9月に行われた第20回アジアジュニア、卓球選手権大会のカデット女子団体に、平野美宇、伊藤美真のトリオで出場し、決勝で中国に勝利して優勝を果たした。2015年、全日本卓球選手権大会で準優勝。2016年、希望が丘高等学校に進学し、卓球部に在籍する。 同年の全国高等学校総合体育、大会卓球競技大会の女子シングルスでは優勝し、高校の先輩である前田美優以来4年ぶりの高校1年生での優勝を飾った。同年の ITTF ワールドツアークルエイトオープンでツアー初優勝、ITTF ワールドツアーオーストラリアオープンでツアー初優勝。さらに12月に行われた。 世界ジュニア選手権大会には、伊藤、平野、加藤、三浦と共に、日本代表として出場し団体で優勝。直後12月同派で行われた、ITTF ワールドツアーグランドファイナルでは、U-21 で優勝。ダブルスでも、浜本、優いとのペアで優勝し2冠を達成。U-21 の優勝は2011年の石川、か以来の優勝で、 ダブルスの優勝は2014年の伊藤、平野以来の優勝であった。また、日本人の2冠達成は初。2017年アジア選手権団体の表彰式2017年4月の第23回アジア選手権では、女子団体で銀メダルを獲得し、伊藤美馬と組んだ女子ダブルスで銅メダルを獲得した。世界選手権デュッセルドルフ大会には、 選考会などで結果は出せず、シングルには選出されず、伊藤美誠のダブルスで出場し、準決勝で、丁寧、竜歌組に敗れたものの銅メダルを獲得。日本勢の銅種目メダル獲得は2001年、大阪大会の武田明子、川越眉ペア以来16年ぶりであり、また16歳ペアの銅メダル獲得は、同種目史上最年少であった、同月、マレーシアでスタートした、プロリーグ。 アジア太平洋リーグに参戦。11月、ワールドツアー、スウェーデンオープンでは、伊藤美誠のダブルスで、世界ランク1位の週、0、同2位のチン・ユメペアに勝利して優勝した。2018年1月、全日本選手権ではダブルスで、伊藤美誠と組んで同大会初優勝。5月、世界選手権では、 予選のエジプト戦のみの出場ではあったがベンチで積極的に声援を送るなど団体準優勝に貢献した。2018年に開幕した T リーグでは日本生命レッドエルフに所属する。レギュラーシーズンから女子プレイオフまで13戦無敗でチームを優勝に導きシーズン MVP を獲得した。2019年1月全日本選手権では 伊藤美誠と組んだダブルスで優勝しに連覇。シングルスでは6回戦で石川霞に勝利し、自身初の準決勝まで進出した。2月、ITTF チャレンジプラスポルトガルオープンでは3回戦では、元世界ランキング1位のリュウ,ウタに金星を上げ、その後も順調に勝ち上がり、決勝では橋本ほのかに4から3で勝利し優勝した。2020年1月、 全日本選手権では女子ダブルスで伊藤美誠と組んで3連覇。シングルスでは準決勝で3連覇がかかる伊藤美誠を決勝で石川霞を破って初優勝し2冠を達成した。2021年6月5日、日本卓球協会の理事会が行われ東京五輪のリザーブに選出された。166cm の身長と長い手足を 生かし台上から離れ体を大きく使って繰り出すし、なるようなフォアドライブ。2015年からは、チキータの技術の取得にも力も入れた。以前は、後半にスタミナが切れることもあったが、トレーニング、食事の改善で克服。体を大きく使うため故障も多く、2016年の世界ジュニア卓球選手権直前の11月の合宿では膝を痛め、 大会期間中に右室外人体炎を発症。2017年の全日本卓球選手権大会の2日前には左の二の腕を痛め大会にも痛み止めを打って挑んだが5回戦で再発している。また2020年2月には六冠筋の負傷で T リーグを欠場している。またダブルス、混合ダブルスの名手でもあり伊藤美浜本結平野美宇、加藤美優。 張本智とともかず、大島正樹らと組んで、結果を残している。憧れの選手は同じ左利きの世界ランキング1位の、丁寧。2016年6月の、ワールドツアージャパンオープン、韓国オープンでは準々決勝で対戦も、敗退している。また3月のカタールオープンでは、左利きの練習相手を探していた丁寧から、指名され練習の相手を務め、私を超えてと激励をもらった。 卓球ではサウスポーだが、もともと右利きだったこともあってか、2020年のパシフィックリーグクライマックスシリーズ第一戦の始球式では右腕での投球を披露している。最高成績一般の部のみ女子シングルス優勝、9、準優勝2女子ダブルス優勝8、準優勝5混合ダブルス優勝2、準優勝1略語の説明 S イコール女子シングルス、D イコール女子ダブルス、 M イコール混合ダブルス、T イコール団体 W イコール優勝、F イコール準優勝、B イコールサニー、P イコールクラい、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退この選手一覧は、世界ランキング10位以内、世界ランキング100位以内かつ5000位以上、世界ランキング1位または、世界大会シングルス優勝経験者との、 ITTF 主催試合での対戦成績である。太字は、世界ランキング1位または、世界大会シングルス優勝経験者データは2017年5月15日、現在。